ポートレス大村 G1 海の王者決定戦開設65周年記念最終日の攻防終盤カードは焦点レースの特別選抜 B 戦第10レースが始まりました。1号艇は長崎の中村亮太、2号艇は群馬の久田敏之、3号艇東京の今泉優吾、4号艇は広島の辻栄三、5号艇は群馬の武蔵島誠、6号艇岡山の吉田角郎、以上の6選手によって争われます。インコース、地元は1号艇の中村亮太が伺います。今月末には SG 戦、初のダービー出場も控えています中村。今大会はフライングを持ったシリーズで地元 G1 戦を戦いましたが、しっかりとスタートも踏み込んできていました。最後もスタートしっかりと決めてのイン先回り速攻としたい1号艇中村です。そしてやはりダービー出場も控える一人は2号艇の久田敏之、センター3コース3号艇の今泉優吾。今日は陰線続く中で第3レース、見事に2コース刺して今シリーズ2勝目を挙げている今泉。そして前走インディグで勝利している外枠の3艇、4コースは4号艇の辻栄三が角、5コースは5号艇の武蔵島誠、6コース6号艇吉田角郎です。特別選抜 B 戦第10レース、スタートしていきました。角から4号艇の辻が好スタートを放って内にぐっと寄せていきますが、3号艇とすでに競り合って1番をまくっていく4番の動き少し膨らんでいますが、5号艇のブス島展開をつく。5号艇4号艇トップ争いは5番のブス島がわずかに覗いています。外を追っては4号艇の辻栄三、その後に6号艇の吉田角郎、外枠3人5番4番6番で上位を作って2マークを迎えていきました。スタートは前提正常、5号艇のブス島トップで返す、4号艇の辻が2番手で運ぶ、そして6号艇の吉田が3艇進行方3番手で、レースはこれから2周目です。上位体系5番4番6番、後続は2番1番3番の体系、2周目第1ターンマーク、先頭5号艇のブス島、追走4号艇の辻、3番手6番のうちくるりと2号艇合わせてきたのは久田でしたが、体系は入れ替わりはない546、3艇進あと4番手が2号艇の久田、5番手に1号艇中村、最後方3号艇の今泉となっています。先頭5号艇の武蔵島誠、そして4号艇の辻栄三、3番手は6号艇吉田角郎とホーム直線コース、後続艇は離されてきて、後ろは1番2番3番の順で現在は続き、レース最終周回へと移りました。このカードスタートは角から4号艇の辻が一手の展開、その展開をつくまくり差しからトップ5号艇の武蔵島です。最終日はイン逃げ、そしてまくり差しの2戦連勝マークでの締めくくりになりそうです。2番手が4号艇辻、3番手6号艇吉田角郎、体型は5番4番6番、今最終コーナー5号艇の武蔵島返してまもなくゴールを迎えていきますが、546、3連単のオッズ 309.3 倍を示しています。先頭5番ブス島ゴールイン、2着4番辻、3着6番吉田、そして3番今泉、1番中村、2番久田がゴールインです。第10レースの確定をお知らせいたします。1着5番、2着4番、3着6番、以上です。